今回使うのはドラゴン。わあ、何するんやろなー。しらじらしい。なんてしらじらしい。大丈夫だ。これだけではまだ未遂。決定的な証拠はまだない。バッチリ前科が記録されてるんですけど。吐息がいてつき、心が凍る。パパ、ママ、ルナを守ってね。さて今日は何人引退するかなー。開幕最低か。ごめん間違えた。何人切断するかなだった。どっちもどっち。一回負けたくらいで引退してたら FPS 一生できないな。チーターにやられたら切れそうになる。そうだね。なんでコンテンツ潰すようなことするんだろうか。あんな害悪なことする連中の顔が見てみたいぜ。洗面所行けば。誰が害悪面じゃい。デジタル系はシステムの隙から不正が生まれる。やっぱ時代はチーターなんていないリアルカードですよ。だな。JCG でイカ様なんてできるわけがない。でもたまにシャドバで袖にカード仕込んでるでしょ。不正常習犯みたいな言い方やめや。 JCG でもトップ宣言して好きなカード引いたり、そもそも自力でカード作ってトップに置くやつがいるんだよな。トップに置くのはやりすぎだろ。まあスタンド使いでもない限りそれは無理だ。シャドバもリアルカードで対戦するようにしろ。でも TCG はリアル人間召喚する必要あるじゃん。そんなの友達呼べよ。いくらでも売ってるだろ今の時代。お金払って呼ぶの。定食がデリバリーされる時代だぞ。友達くらいデリバリーできるだろ。お前の下にいる赤いやつはノリ悪そうだし。あーごめん、今日は仕事入ってるわ。嘘つけ、絶対嘘だぞ。さすがにお金払うのはもったいない。やっぱりいつでも簡単に相手が見つかる TCG こそ正義。大体10秒以内にマッチするわよね。まあ最悪一人二役することになるな。え何？一人二役って。だから、一人で自分のデッキ二つ交互に動かすんだよ。うわマジか、あんた家でそんなことやってるの？いややるだろ普通。誰だってそうする。私もそうする。お前だってそうだろ。知らん、私紙のカード持ってないし。リアルカード推しだったのに。お前らはやったことあるだろ。なあ誰に話しかけてるんだよ。そうか、シャドバって一人二役モード実装されてなかったか。フリーモードは NPC と戦えるだけだよ。勝手に壁を用意してくれるのは DCG の嬉しいところ。何気に NPC 対戦ではターン時間無制限だって知ってた？そうなのか、それはちょっと夢広がるな。その調子でルムマにも無制限ルール頼む。バグとんでもないことになりそう。バグっても気合で直せばいいじゃない。運営を酷使しないで。相手はムクロの大デッキだったな。一体目はワールドブレイクで返したぜ。アンリミネクロと言ったらムクロかデスタイラントよね。そうなのか、2回ほどアグロネクロに引き殺されたぞ。アグロネクロ凶悪だよね。ナーフ解除されたリーパーいるし、今なら似たような構築ローテでも使えるという。ケツデカ守護で止めようとしたらリンネの強制で処理された挙句打点伸ばされた時の絶望よ。ちょうどトップからデッドメタルスター引かれた時に似てるわよね。おうふう、こっちのデッドメタルスターはアクセラってことは序盤からずっと握ってたのか。絶望よくムクロ2枚目持ってるんかい。ムクロはプリンセスナイト2枚で確定サーチしたんでしょ。この盤面もワールドブレイクで返せるの偉い。アンリミでワールドブレイク刺さる相手なんてムクロか守護美書くらいでしょうに。よくそんなピンポイントメタカード採用してたわね。何勘違いしてるんだ。今の反動をよく覚えとけ。私が直々にワールドブレイクの正しい使い方を教えてやろう。自分ハンデスいいすか。ダメです、やめろー。く、右手が止まらない、止められない。病院行け。この地点の反動をエイトする。おい、今なんか不穏なこと言わなかった。両国の権限で変国の悪鬼をチョイス。盤面はさっき星明かりと変国で埋まっ、何、いつの間にさらちに。ワールドブレイクはコスト5以上のフォロワー全てを無条件で破壊するにコススペル。そう、自分のフォロワーもろとも全てだ。つまりコスト5以上なら自力で盤面を開けられるのだよ。星明かりはコスト5、変国は6。高いコストがアダになってこんな奴のおもちゃにされるなんて。ってあれ、この光景さっきも見たような。ここを A ダッシュとする。まさか。ループの証明します。まずは星明かりで3枚トークン生成。増やすのはワールドブレイク、星明かり、両国の権限。両国は悪鬼をチョイスしてそのまま投下。追加効果で PP 回復した後再び星明かり。ワールドブレイクでセルフ盤面処理したら、増やした星明かりからループ再開。トップゼウス、ち、運のいいやつめ。なんでお前は相手を応援してんだ。スパイか。気づいたらトップゼウスかネクロインパルスで即死圏内。あのラスト1枚は有根の棺とかその辺か。ドロソかもしれないし、一応あれも借り取っておくぜ。さっきのターンループ用に確保してあった両国使えば PP 回復して前半デスできたわよね。なんで止めたの。初動が遅かったせいでもう1枚変国出す時間足りなかった。両国はチョイスだから効果処理に時間取られるんだね。あっち本体じゃなく両国をループさせるとそうなる。悪いな、そのラス1ハンドも没収だ。また被害者増やしちゃったよ。トップインパルスでぶん殴られればよかったのに。吐息がいてつき、心が凍る。手加減なしよ、本気で行くわ。とまあ、悪は滅び去りましたよと。まだだ、まだ諸悪の根源が残ってる。なんだと、
どこにいる？ほら、画面の右側に黄色いのが。くそ、見えない。すぐにハンデスしてやらないといけないのに。なぜハンデス？今のシャドバに足りないもの。ハンデスと手札誘発。誘発は実装されてないからしょうがないとして、ハンデスはもっと布教していかないと。今のシャドバで唯一ハンデス誘発ないのが良心なんだよな。フォロワー召喚、ファンファーレでサーチします。手札誘発、サーチ無効で。フォロワー召喚、ファンファーレで効果ダメージ。手札誘発、ファンファーレ無効で。あ、アミュレット設置、効果発動。手札誘発、破壊で。何が楽しいの？ウィッチに誘発もどきのジオース追加されたし、相手ターンに動ける妨害誘発が来る日も近い。断固拒否する。そんなカード追加された日にはシャドバウネイに大量の怪文書送りつけて嫌がらせしてやる。ペンネーム、ハンデスシコシコ侍。打ち滅ぼせ、そんな侍。このターンはホーちゃん進化するとして、アミュレット庭園置くのはちょっと怖いから陶器でブーストするぜ。ホーちゃん合わせて6枚も庭園いる？前半でやったハンデスループあるだろ？あれ、庭園3枚置いてあると増位合わせて無限ループになるんだ。ループに必要なカードは4枚。左に固めた星明かり、ワールドブレイク、両国、起点3枚を量産する2枚目の星明かり。こいつらは6コス以下で庭園3枚置くと全員1コスになる。ループ1周するのにプレイするのは4枚だから合計4コス。途中で挟む両国の PP 回復も4コスでぴったり無限ループ。ただし両国の事象で死なないよう増位必須ってことか。よかった、両国から貪欲なスコーピオンチョイスできたら、失踪ドレインの無限ループになってた。いやハンデスも十分立ち悪いけど。失踪系が候補にないのは多分そこをケアしたんでしょうね。次の相手ターンでデッキ20枚、超越で終わりか。せめて超越だけでもハンデスしてやりたかった。前回の報いを。おや、これはワンチャンあるんじゃねえの？庭園2枚でコスト1になった両国をプレイすることで2点食らって 4PP 回復する。当然のようにアッチチョイスするわね。今はハンデスは勘弁しておいてやろう。どうせ1枚しか落とせないなら我慢だ。このターンは復活したコストでイルタと不死鳥の女帝を展開。不死鳥の女帝はファンファーレでフォロワー1体に潜伏を付与する突進持ち。シレット指輪で返したアッチ帰ってきた。自分のハンド1枚をデッキトップに置いて1枚引く効果だ。何も問題はないな。現実とテキストちゃんと見て。潜伏させたのは進化したエルタ。これはエルタは進化することであらゆるファンファーレを封殺する。水晶もグリモアソーサラーもファンファーレ止めさせてもらう。さあグーニーすら封じられた状態で潜伏エルタを倒せるかな。ランダム除去か AOE。 ウィッチには採用されにくい効果ね。進化エルタがいるうちはこっちもファンファーレは使えない。適当なフォロワーにスペル吐かせてアッキビートダウン狙うぜ。残り PP1 からここまで行動を制限するなんて庭園牢獄のコンボはいろいろ悪さできそう。フォロワー以外のカードをプレイするたび相手リーダーに1点飛ばす有害の戦士の効果を付与しておけばハンデス無限ループにバーンのおまけがつくぞ。手札と体力両方削っていくのか。庭園3枚置いてループするには盤面明けが必須。これは新カードのワールドブレイクがやってくれたわね。自分と相手の手札を減らす枠とリソース回復枠で2面使って除去。ほんとだワールドブレイクが悪い。セルフバウンスとか全体除去なんかの自分の盤面に干渉する系カードは特にチェックする。ワールドブレイクは効果見た瞬間ハンデスループの他にいろんな使い方思いついたし案外実況者向けカードなのかも。これが TCG 脳の末路か。コスト1、自分のフォロワーすべてを破壊するスペル追加されたら、最後に忠誠を誓ってもいいレベル。地味にラスワ系デッキの強化にもなりそう。自分は手札をすべて捨てる。相手は同じ数捨てるでもか。手札捨てさせるという発想をまず捨てろ。増位の失踪はエルタでは止まらない。決まったわね。マウス操作ミスってフォロワー叩いちゃった。次からは外側から回り込むように動かしなさい。